させていただきまして、こちらの方も先ほど、ホームページからダウンロードできるようになっております。で、あるいはですね、その他にこのお口の爽やかエクササイズって言って、口腔機能とか、嚥下体操とか、まあ、こういうのは YouTube の動画でも、流せるようになっておりますので、まあ、こちらも後で、皆さんと一緒にやっていきたいなというふうに思っております。で、まあ、これも全部ダウンロード可能ですね。で、もう一つですね、ここの東海市さんの素晴らしいところで、これをですね、簡易的にチェックする、航空チェック10点リストっていうのは、東海市の方では、ありまして、ぜひこういうものを、なかなか作ってらっしゃる、地域があまりないので、簡易的になかなかね、歯科医院には行けなくても、まずはこれで一回自分の状態チェックして、見ていくっていうこともできますので、こういうことを、チェックをしてみていただくのもいいかなと思うんですね。で、これ一応項目の中に口臭があるとか、口腔乾燥があるとか、言葉が不明瞭、よだれがよく出る、むせることがある、口の中が痛い、入れ歯が合わない、インプラントの処置がある、物忘れや書き忘れが多くなってきたなどの項目があって、これにチェックをするんですけれども、まあ、インプラントがあるかどうかないかとかはね、なかなかこう分からないとかっていう場合もあるので、まあ、向きでも向き名でもいいと思うんですけれども、まあ、一応ですね、この口臭があるっていうところですね、これは先ほどの口腔機能低下症の中でもそうですけど、口の中の清掃が不良かどうか、ね、汚れがあるかどうかっていうのを見ているわけですね。で、まあ、食事に時間がかかる人っていうのは当然なんですけど、やっぱりしっかり歯がない場合があるわけですね。なのでそういうところをこれで聞いております。で、口腔乾燥がね、こちらは唇が乾いているとか、で、これ唾液を出す能力を見ています。唾液が、ね、出ないと当然なんですけど、消化活動ができませんので、この唾液を出す能力を見ています。で、言葉が不明瞭、さっきね、舌口唇訓導ってあったと思うんですけど、やっぱりそのパタカラとかですね、これ実はそれぞれ実はその唇と、ベロの使う場所が違うんですけども、それの発音を見ることによって、使える筋肉の違いとかっていうのを見ていますね。で、よだれがよく出る、これね、唇の閉じる力があるから、ね、通常唇ちゃんと閉じて無意識に唾液って飲み込んでるんですけど、これ飲み込めないとダラ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 出ちゃうんですね。で、そういったところをチェックしていますね。で、むせることがある、ね、気道に物が入ると当然むせるわけですね。で、これはしっかりとですね、このいわゆる気道と食道と分ける蓋があるんですけど、その蓋がちゃんと動いているかどうかっていうところをやっぱり見ていますね。やっぱむせるっていうこと自体がですね、そんなに、普通では起こらないので、なのでむせてるっていうことは、なんか問題があるぞっていうところです。で、7番目、口腔の中、口の中が痛い、ね、通常痛みあっていけませんから、やっぱ痛みがあると放置はしないでほしいですよねっていう。で、入れ歯があるんですね、インプラント処置があるね。入れ歯もインプラントもですね、実はすごい継続的な処置というか継続的な管理がやっぱどうしても必要になってきますので、こちらの方もあるかないかだけでも、ぜひある人は継続的にやっぱり歯科にかかっていただいた方が安全だかなっていうふうに思います。で、口腔清掃の習慣が不十分であるね、毎日歯を磨く習慣があるかっていうところを見ていますね。で、これめちゃめちゃこれ汚れてるんですけど、実はですね、この人も実は自立して自分で磨いてるんですね。で、この辺とかこう、僕さっきのケアマネにもちょっとなっているところもあって、ケアマネあるあるなんですけども、やっぱりこう、本人自立で磨いているから問題なしってするケアマネさんたちがすごく実は多くてですね、自立してるのにこんなに汚いんですね。赤くなってるのはもう炎症が起こって、もうばい菌に体がやられてるよっていうような状態なんですけど、そういう意味でその本当のアセスメントっていうのはこう、その評価ですね、口の中の評価だったりとかっていうことをできてない場合が実はあるので、ぜひ専門家の、歯科医師であるとかに、話を持っていっていただいて、実際この人は大丈夫なのかっていうところをちょっと見ていただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。で、物忘れとか置き忘れ、これさっきの認知症ですねっていうところを、見ている状態ですね。で、先ほどの航空10点チェックの場合はですね、あるが1個以上ある場合は、ちょっと問題があるかの可能性がありますよと。で、あるが5個以上ある場合は特に重大な問題があると、もうぜひすぐに歯科検診というか歯科診療が必要でしょうというところまで、あるということですね。で、まあ、ここまでやるのはちょっと大変なので、今日はこの簡易版というのを用意していただいておるので、配布資料の中に、1枚このお口の、自分のお口の健康状態をチェックしてみましょうというのがあると思うんですね。
ちょっと今実際にやってみませんか。いいですか。まずですね、この硬いものが食べにくくなった、ね、あるのかな、ないのかな、ちょっとやってみましょう。そして次ですね、むせる、食べこぼすことがある、これもあるんでしょうか、ないんでしょうか。お口の中が乾きやすい、あるんでしょうか、ないんでしょうか。食欲がなくなってきた、あるんでしょうか、ないんでしょうか。入れ歯の調子が悪い、あるのかな。まあ入れ歯がない人は別になしで全然いいんですけどね。でやっぱりこの先ほども同じように解説を少しさせていただきますと、この硬いものが食べにくくなったっていうのはやっぱりその咀嚼の能力っていうのはやっぱ効いています。でこれが低下しているかどうかっていうところですね。でむせる、食べこぼすということがある。でこれは飲み込む能力、先ほどの喉に蓋をする能力ですねを見ています。でお口の中が乾きやすい、これは先ほど見ました唾液の出す能力を効いております。ね、で食欲がなくなってきた、食欲がなくなるとですね、だんだん栄養が低下してしまうわけなんですね。で入れ歯の調子が悪い、ね、当然なんですけどこれは当然歯科にかかっていただいた方がいいでしょうというところなんです。で、まあ、ここで2個以上ある人って言ってご披露するのはねちょっとナンセンスなので、まあ、ご自身だけでちょっと確認をしていただいて、やっぱ2個以上ある方っていうのはやっぱりかかりつけの歯科医院でご相談していただくとか、あるいは今まで行ってらっしゃらない方はぜひ歯科医院にご相談していただくっていうことをやっぱお勧めさせていただきたいかなというふうに思います。で、実際の流れですね、先ほどの口腔チェック10点リスト、あるいは簡易チェックで、チェックをしていただくわけですね。まあ、これは、地域のケアマネージャーの方であったりとか、東海市にはですね、この歯科衛生士の訪問歯科相談っていうのがございます。でこちらの方で相談していただいて、衛生さんにチェックしていただくという形でもいいでしょうし、歯科医師による歯科訪問診療というのもあり、訪問検診というのもありますので、そちらの方をご利用していただいても構わないかと思います。でそれによって何か問題があるよという状態であれば、やはり先ほど言ったようにこの口腔機能低下症の診断というのを検査を歯科医師の先生にしていただいて、まあまあ、検査自体は歯科衛生士がしたりもしますけれども、そういった形で、今、口腔機能低下症になっているんじゃないかと、でなっているんであればじゃあどの部分が弱いのかっていうところを見ていただきたいというところですね。そしてそれぞれの低下している機能に対しては、リハビリとかトレーニングっていうのをしていきますと、ね、それによって、機能回復を図ってお口から食べられるっていうことを維持していく、引いてはフレイルになるっていうところを予防していくっていうところですね。で、先ほどのオーラルフレイルの予防のためにじゃあどうしたらいいんだということですね。で、最後そういうことを少しだけお話をしていきたいなと思います。で、オーラルフレイルの諸症状って言われているのは、簡単に言えば食事を食べこぼしちゃったりだとか、お茶とか汁物でむせたりとか、硬いものが食べづらい、あるいは滑舌が悪くなる、ね、こんなような症状が出てきたらまあ要注意ですよと。ね、で食事を、ね、食べこぼしたりとか、ね、なかなかこう、あれ食べこぼしちゃったわぐらいに思っているとどうしても通過していっちゃうんですね。なのでちょっとこの辺の症状っていうのはどうなんだっていうところをちょっと、気に留めておくっていうことが大切ですね。でこのオーラルフレイルを知って予防することが健康長寿を伸ばす基本なので、じゃあフレイルにならないためにどうするかっていうと次の2点を守っていただくってことですね。一つは歯周病や虫歯で歯を失わないことです。もう一つはお口の機能を維持することで、噛める歯を残す、ね、このため要するにですね、いわゆる歯を失う2大原因っていうのがやっぱ言われておりまして、これが虫歯ですね、いわゆる蝮食って言われている虫歯と歯周病なんですね。でなのでこの2つにならないようにするためにやっぱりその定期的な歯科検診っていうのは非常に重要ですし、あるいは抜けてしまった箇所、歯が抜けちゃったよっていうところがあるようであれば入れ歯などによって噛める状態を維持していくっていうことが大切になってくるんですね。でもう一つのそのお口の機能を保つ、このためには食べる、飲み込む、話す、唾液分泌ですね、この機能がとってもやっぱり大事ですから、
この機能をしっかりと残す。で、食べるためにそのお口を大きく開けて噛み砕いて味わって、ね、しっかりとした一連の動きをできるような状態を維持していただくっていうことですね。で、食べる歯を残すためにじゃあどうするのっていう話なんですけど、やはり毎日のブラッシングですね。当たり前っちゃ当たり前です。で、まあ、義歯を入れて残っている歯を守る、ね、定期検診をしてチェックやお掃除をしてもらって綺麗な状態を維持していくっていうことですね。で、やっぱ歯周病のね、っていうのは全身の疾患とも深い関係があるということが分かっていて、ここにも書かれている通り脳梗塞であったりとか、誤嚥性肺炎であったりとか、心筋梗塞であったりとか、心内膜炎、ね、動脈硬化、最近だと低体重出産とか早産とか、ね、有名なのは糖尿病ですよね。糖尿病の方っていうのは大体8割ぐらいが歯周病を持っているっていうふうに言われてますので、それぐらい、まあ、糖尿病って合併症が3大合併症があるんですけども、その合併症に次いでもう糖尿病の方っていうのは歯周病に罹患している可能性が高いですし、歯周病を改善することでいわゆるその糖尿病の状況を少し改善するということもできるというふうにも言われておりますので、とにかくそういったきれいな状態を作っていくというところですね。で、お口の機能を保つためにどんなことができるかっていうと、やっぱりですね、このトレーニングとかリハビリとかっていうことになっちゃうんですね。で、これね、まあ、正直言って大変です。だからあんまりトレーニングとかそういうふうに考えずに毎日の習慣としてやってもらったりとか、そういうのがとても大事かなと。ちょっと昔に森光子さんっていう女優さんが、ね、いらっしゃったんですけど、森光子さん毎日50回スクワットやってたって言ってましたから、でそれで90何歳になってもでんぐり返ししてたっていう感じなんです。で、同じようにですね、なんかその毎日の習慣の中にこういった、エクササイズなんかを取り入れたりとか、唾液腺マッサージですとか、あるいは発音の練習、よくカラオケとか歌を歌うこともいいよっていうふうに言われていますね。で、そういうことをすることによって、まあ、いわゆるこう、守っていくっていうことですね。で、やっぱりこう、まあ、同じことですね、まあ、歯も数が多いほどですね、義歯になる、あるいは、機能回復をするほど認知症の発症数も少ないですから、当然ながらやっぱりこう歯を、維持していくっていうことは大事ですし、歯がちゃんとあることによって転倒のリスク、